第3代ランズダウン公爵ヘンリー・ペティ・フィッツはイギリスの政治家、貴族、首相を務めた初代ランズダウン公爵、ウィリアム・ペティの次男。1802年に庶民院議員に当選して政界入り。1809年にアニジョン・ペティから爵位を継承して貴族院議員に転じる。ホイック党内の恩恵派閥の指導者として、 ホイックとトーリーの党派対立が曖昧になりがちだった19世紀、前期から中期のイギリス政界で超党派的な貴族員、指導者として重きをなし、トーリー党自由主義派やホイック党の政権において財務大臣、内務大臣や枢密院議長などの閣僚職を歴任した。ビクトリア女王からも信頼され、政治危機の度に言動として様々な指紋を受けた。父が、 公爵に助せられた1784年から兄から爵位を継承する1809年までは公爵のヤンガーさんとして今日の儀礼称号で称された。20世紀初頭に外務大臣を務めた第5代ランズダウン公爵、ヘンリー・ペティ・フィッツは孫にあたる。首相を務めた初代ランズダウン公爵、ウィリアム・ペティとその5歳、ルイーザの間の長男として、 ロンドンバークレースクウェアのランズダウンハウスで生まれる。イボアニに第2代ランズダウン公爵となるジョン・ペティがいる。ウェストミンスタースクールとエジンバーラ大学を経て、ケンブリッジ大学トリニティカレッジを卒業した。1802年から1806年にかけて、カルネ選挙区から選出されて、保育党所属の庶民委員議員を務めた。1806年から1807年までは、 ケンブリッジ大学選挙区、1807年から1809年にかけては、キャメル・フォード選挙区から選出された。1809年11月に、イボアニである第2代ランズダウン公爵ジョン・ペティの死去により、第3代ランズダウン公爵位を継承し、庶民院から貴族院議員に転じた。1818 18年には、いとこの第3代、 ケリー伯爵フランシス・トーマス・フィッツの死去により、ケリー伯爵の爵位も継承し、姓もペティ・フィッツと改称した。1780年代から1830年まで、ホイック党は長い野党生活を送っていたが、その間の1806年から1807年に短期間のホイック党政権が成立しており、この際に彼は財務大臣として入閣している。 ホイック党は1806年にチャールズ・ジェームズ・フォックスが死去した後にはいくつかの党派に分裂していた。その中でランズダウン公爵は比較的与党トーリー党寄りの派閥を率いていた。1827年4月に成立したジョージ・カニング内閣はトーリー党政権ながらトーリーが分裂状態だったため一部ホイックの協力を必要とした。 カニングは自由貿易推進とカトリック解放で意見が一致する保育党のランズダウン公爵派に協力を要請し、ランズダウン公爵もこれを了承し、第6代カーライル伯爵やジョージティアニーラ自派閥議員と共に入閣した。ランズダウン公爵は、はじめ、無人所長として入閣していたが、1827年7月には内務大臣となる。 1827年8月にカニングが急死。国王ジョージ4世の独断により、ゴドリッチ施爵に疎格の対名が下った。また保育議嫌いのジョージ4世はこれ以上保育の影響やカトリック解放の機運が大きくならないよう、トーリー党プロテスタント派のジョン・チャールズ・ヘリスを入閣させようとしたが、ヘリスの入閣にはランズダウン公爵が強く反対し、 一時、ランズダウン公釈派が政権から離脱するムードもあったが、結局ゴドリッチ主爵がランズダウン公釈派に多めに閣僚職、政務次官職を割り当てたことで、ランズダウン公釈派も一応満足して政権に止まった。しかしヘリスを迎えた内閣は、閣内対立を深め、国王上ジ,ジ4世との対立も深刻化し、1828年1月には、 総辞職に追い込まれた。ジョージ4世は公認としてナポレオン戦争の英雄ウェリントン公爵に疎閣の対面を下したが、ウェリントン公爵はカトリック解放に反対だったため、ランズダウン公爵は協力を拒否して自派閥とともにげアした。その後は保育党内の他派閥との連携を深めていき、トーリー党政権の打倒を目指した。野党の結束は進み、 1830年11月には、ウェリントン公爵内閣を統括して、グレー伯爵を首相とする保育党政権を誕生させることに成功した。ランズダウン公爵はこの内閣と続く第一次メルバーン主爵内閣にスーミ密委員議長として入閣した。首相グレー伯爵が、保育党内の対ーリー強硬派だったのに対して、ランズダウン公爵は、 トーリー党寄りの右派だったが、一度トーリーと連立した前科から遠慮がちで、グレー伯爵に対して強い態度を取れなかったという。その結果、グレー伯爵は第一次選挙法改正をはじめとする多くの改革を成し遂げることができたが、ランツダウン公爵者も徐々に警戒感を強めていき、ホイック党内の党内対立は激化していった。結局1834年7月に、 グレー伯爵は辞職することになった。続く第一次メルバーン主尺内閣でもランズダウン公爵は枢密院議長として残留しているが、同内閣は国王ウィリアム4世と対立を深めて11月には総辞職した。その後、短期間の保守党政権を挟んで1835年4月に第二次メルバーン主尺内閣が発足。 ランズダウン公爵は再び数密院議長として入閣し、政権が崩壊する1841年まで務めた。メルバーン死者は首相退任後の1842年に病により、政界の第一線から退いた。以来保育党は、庶民院保育を、ジョン・ラッセル卿が、貴族院保育を、ランズダウン公爵が指導するという両院別個の2、投資体制に移行した。 保守党の画像である貴族院にあって、ランズダウン教は院内に党派を超えた幅広い人脈を構築し、その後の保育党政権の大きな柱となる。ただしジョン・ラッセル教が改革派だったのに対して、ランズダウン公爵は改革に乗り気ではなく、しばしばジョン・ラッセル教を成中した。メルバーン主釈政権後に政権を担当していた保守党政権の第二次。 サーロバート・ピール順団社区内閣は1845年末に穀物法廃止をめぐって自由貿易派と保護貿易派に分裂した。この際にピールが総辞職を表明し、ホイックのジョン・ラッセル卿に対面が下ったが、穀物法廃止にも政権奪還にも慎重だったランズダウン公爵が積極的に協力せず、その結果、ジョン・ラッセル卿は組閣を断念することになり、 ピールが再任している。結局ピールは穀物法廃止と差し違いで辞職し、1846年7月にピール派の閣外協力を受ける第一次ジョン・ラッセル協内閣が発足した。この内閣にもランズダウン公爵は数密院議長として入閣した。1851年2月には急進派のピーター・キングの選挙法改正をめぐる、 政府案の修正動議がピール派の欠席で可決され、ラッセルが辞表を提出し、保守党党首スタンリー教に、組閣の対名が下るも、保守党も少数党で党がまとまっていなかったため、スタンリー教が対名を廃止するという政治危機が発生した。この際に、言動政治家である、保守党のウェリントン公爵とホイッグ党のランツダウン公爵の二人が、 ビクトリア女王からの指紋に応じて危機の収束に活躍した。女王は二人の助言に基づいてラッセルに再度大名を与えた。1852年9月にウェリントン公爵が死去すると女王にとってランズダウン公爵は唯一の言動となった。1851年12月にパーマストン死爵が外相を解任され、 翌1852年2月にパーマストン施策と彼の派閥の保育議員が増反し、ジョン・ラッセル教内閣は総辞職した。代わって、ダービー伯爵の保守党政権が発足するも、少数与党政権であるため、野党参派の間ですぐにも党格機運が高まった。ただ、ジョン・ラッセル教とパーマストン施策の保育に挙党の対立が続いていたため、 保守党政権打倒後の首相の選定が悩ましかった。そうした中で、ジョン・ラッセル卿からもパーマストン子爵からも信頼されているランズダウン公爵が首相として適任と考えられるようになった。第7代ベッドフォード公爵フランシス・ラッセルら、保育区貴族が中心となって、ランズダウン公爵を首相に据えるランズダウン計画が推進された。 1852年12月に保守党の予算案は否決され、ダービー伯爵は女王に辞表を提出した。女王はランズダウン公爵に対名を与えようと彼をオズボーンハウスに招集したが、この時期ランズダウン公爵は通風を病んで、西洋中でありオズボーンハウスまで行くことができなかった。当時72歳だった。彼は首相就任どころか政界引退を希望していた。 女王から辞退するなら、適任と思う首相を推薦するよう求められた。ランツダウン公爵はピール派のアバディーン伯爵を推挙し、女王はその推挙に従ってアバディーン伯爵に対名を下している。アバディーン伯爵内閣の閣僚人事も難航した。ピール派や旧進派は、強行外交家のパーマストン主爵の外務大臣就任に反対しており、一方、パーマストン主爵は、 外省以外のポストは受けないと主張していた。ランズダウン公爵はパーマストン死爵を説得し、ついに内務大臣ポストで納得させた。内閣が無事発足させられる見込みとなると、ランズダウン公爵は政界引退しようとしたが、アバディーン伯爵やジョンラッセル卿から移留されたために折れ、無人諸大臣としてアバディーン伯爵内閣に入閣することになった。同内閣で、 ジョン・ラッセル卿は選挙法改正を推し進めようとしたが、パーマストン施策がそれに反対し、パーマストンが辞職を表明する事態にまで陥った。この政治危機もクリミア戦争の勃発とランツダウン公爵の仲裁のおかげで延期という形で収束させることができた。クリミア戦争が泥沼に陥り、国内でも選挙法改正延期に不満を抱いたジョン・ラッセル卿が造反して、 危機的状態に陥っていく中、アバディーン伯爵は1855年1月末に女王に辞表を提出した。女王は2月1日にランズダウン公爵を召集し、誰を首相にするべきか諮問した。ランズダウン公爵は、ラッセルを首相にすればビール派が協力しないし、パーマストンを首相にすれば、ラッセルが協力しないという見解を示した上で、第4代クラレンドン伯爵を首相。 ラッセルは釈位を与えて、貴族院へ移して、貴族院院内総務、パーマストンは、庶民院院内総務にすることを提案したが、女王も、王廃アルバートも嫌がり、ランズダウン公爵の首相就任を求めた。ランズダウンは、高齢と通風を理由に、それを廃止しつつ、公認の首相を制御できるよう調整を行う旨を、約束した。調整の結果ランズダウンは、 ラッセルに自ら首相職を断念させてパーマストン内閣を成立させる必要性を感じた。女王にその旨を尊重して2月3日にもラッセルに組閣の対面を下させた。そしてラッセルがピール派とホイッグ等の大半から組閣への協力を拒否されて対面を廃止したところで2月4日にパーマストンに対面を下させた。このランズダウンの起点のおかげでピール派もラッセルも 協力を約束した第一次、パーマストン試着内閣を発足させることができた。パーマストン試着内閣発足を機にランズダウンは、今度こそ、政界引退を希望したが、パーマストンと女王から移留されたため、貴族院院内総務のみを辞して、無認諸大臣として内閣に泊まることになった。貴族院における、与野党調整役として彼は、不可欠だった。この第一次、 パーマストン内閣が当閣された1858年2月になってようやくランズダウン卿は希望通り正解の第一線から退くことができた。この後死去するまでの5年間は女王の指紋を受けたり政治危機収束のために駆け回るといったこともなくウィルトシャーのボウウッドで静かな余生を送ることができた。1863年1月31日に ボーウッドハウスで死去した。83歳だった。死去に際して、タイムズ紙は、ベリントン公爵の死後、最も消出した貴族が、ランズダウン公爵であった。彼は、女王の相談役であり、政党政治の限界を超えた問題に関して、常に助言を求められ、その判断と重要な姿勢によって、あらゆる党派が盲目的に追従したという賛辞を送った。 野党党首、ダービー伯爵は2月5日の貴族院での演説において、ランズダウン公爵について、ホイックだけではなく、いずれの党派からも愛され、信頼されていたと論評した。1809年11月15日に、アニジョン・ペティの死により、以下の爵位を継承した。1818 18年7月4日に、イトコウジ、フランシスト・マス・フィッツの死により、以下の爵位を継承。 1808年に第2代イルチェスター、白爵ヘンリー・フォックス・ストラング・ウィーズの娘ルイーザ・エマ・フォックス・ストラング・ウィーズと結婚。彼女との間に以下の4個を設けた。ありがとうございます。